はい、皆さんこんにちは、レクセン2講師の海野です。それではですね、今日はあの令和4年の司法書士筆記試験になんと一発で合格された、合格者の方をお招きいたしまして、ちょっと簡単にお話を伺いたいと思います。ではあのよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。司法書士を目指した理由とか、よろしければ教えていただきたいんですが、はい、はい、私が司法書士を目指した理由としては、行政書士を令和2年度に取得いたしまして、その際にステップアップをしたいと考えておりまして、で科目などが比較的にかぶっている司法書士の方を目指したということになります。令和2年に、行政書士を受けられて、はい、で、令和4年に司法書士、もうどちらも一発で受かられて、はい、一発で、はい。じゃあもう本当に行政書士から司法書士のステップアップ、もう一番こう目指すべき最短の距離で行かれたわけですよね。はい、ありがとうございます。レックでは新15ヶ月合格コースの秋生、はい、秋に始まる、コースを始められて、はい、で、初受験が令和4年、今年の7月、はい、ということだったんですよね。はい、行政書士の受験は予備校を使ってらっしゃいました。行政書士もレックの方で受講させていただいておりました。じゃあ横溝クラス、あと横溝先生です。横溝クラスから、はい、じゃあ同じレックで、司法書士っていう形ですね。はいはい、そうです。じゃあもうレック以外なかったみたいな感じですか。そうです。特に司法書士ですとかなり最難関の資格になってきますので、やはり最大手予備校のレックで、そういった学習の、データとかですよね、そういったのが充実している予備校でやはり学習したいと思ったので、レックの方を選びました。はい、嬉しい限りです。ご自身で1回で受かられたこう最大の秘訣というか、はいはい、これが良かったなっていうのはありますか。もうこれは合格者の方であれば皆が言うことだと思うんですけど、諦めないことだと思います。直前期の模試ですとかの答練でいわゆる S 判定 A 判定のようないい成績が出たことがもうほとんどなくて、心が折れそうだったんですけど、宇野先生がよく苦しいことを早く終わらせろと言ってる合言葉を自分の中で自分に聞かせて頑張ったので、やはり最後まで諦めないというのが合格できた理由の最大の要因だと思っております。直前期にS 判定とかバンバン出してたってことじゃなかったですか。そうですね、レックの模試ですと、スーパー公開模試でいわゆる択一の58あたりを取れるようになってきたんですが、ちょっとそうですね、その本当に直前期までは D 判定ですとかよくて C 判定という形でした。じゃあもう本当に本試験にピンポイントに、はい、こう集中してこうグワッて上げてたっていうことですよね。はい、そうです、ですよね。はい、ねえ、もう伺ったら不動産登記法の記述の点数がすごい点数で、はい、もうびっくりするような、ね、点数をお取りになっていらっしゃって、はい、いやなかなかね、1回目の受験生で、そこまで行くっていうのは本当に、大変だったと思うんですけど、はい、これからじゃあ例えば同じように司法書士を目指そうっていう方が、はい、アドバイスを、欲しいというふうにおっしゃってきた時に、はい、なんてアドバイスされますか。そうですね、なかなか難しい質問なんですけど、はい、本当に月並みにはなりますが、やはり最後まで諦めないということに本当に尽きると思います。やはり学習する科目も多岐にわたりますし、内容もかなり複雑なものなので、やはり1回で理解できないことは普通なので、もう本当に一つ一つの知識をこう分かるところまでもう細かく潰していく、最後まで諦めないという、本当それに尽きると思います。はい、最後まで諦めないというですね、今貴重なお話を今伺ったので、今これをねご覧になっている方、心折れそうな受験生の方が多分、はい、たくさんいらっしゃると思うんですよ。はいはい、で巷には一回で受かるなんて予備校の捏造だなんていう説まであるぐらいですから、はい、ね、でもそれでも今日お話しいただいたように、はい、こうやって1回で合格するということ、まずはできるということをぜひ知っていただきたいなということと、ね、これからもう今補助者として、ね、はい、働いてらっしゃるんですよね。はい、勤務させていただいています。ですからこれから司法書士としてますます活躍していっていただきたいと思います。はい、本当に合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今日は貴重なお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうも。